怒った。キスしたかったわけじゃない。さっきは迫ってきたのに。わからん。誰かおっさんに説明してくれ。今のはキスですよね。いきなりですみません。花里さん。はい。もう一度キスしていただけないでしょうか。は、いい？あ、はしたなかったですよね。まだ2回目なのに。すみません。そんなことはないですよ。会った回数が重要なのか。今日はキスすると朝から心構えはしていたのに。心構え？勘違いだと分かってすっかり気を抜いてしまってた。まさかこんな不意打ちがあるとは思わず。あっという間すぎて何にも分からなかったし、どういうものなのかもう一度ちゃんと確認しておきたかった。だからといって欲望のままに口にしてしまうとははしたない。失敗した。それは心の声かな。予想外のことに取り乱してしまってすみませんでした。また次回お願いします。キスにも相性とかありますもんね。相性？私とはダメでしたか？いや、あの一瞬じゃわからな。やっぱりもう一度しましょう。確かめてください。え？いや、ほら人目もありますし。大丈夫です。こっちの休憩所は誰も使ってないですよ。今ですよ今。うーん、最近の子はなんて積極的なんだ。いや、年齢は関係ないか。元を正せば俺が悪いんだが、誰か来たら。今さら人目を気にする中年さん。いや、でも彼女に恥をかかせるわけには。今ので分かったんですか？ああ、もういいや。否めない調子に乗ってしまった感、猛省中。それでどうでした？相性は。やっぱり効くよな。住んでいる。おかしい。俺こんなに推しに弱い人間じゃない。なぜこの子のことは拒めないんだ。いいではないでしょうか。よかった。正直申しますと相性は私には全く分かりませんでした。ストレートだな。でもまたしたいです。あ、今じゃなくて次回以降で結構です。お構いなく。これ以上のわがままは言えません。複雑な心境。それでは花里さん、こちらをお願いします。ん？何です？茶封筒にボールペン。私の部分は記入済みですので。マジか。マジだな。ああ、いや、その決めるにはまだ早くないですか。もっとお互いのことを知ってからの方がいいかと。物事には順番というか、キスしといてなんだが。順番通りですよね。お見合い、デート3回、キス、結婚。こんな早く決めてしまわれて後悔しませんか？後悔はしないと思います。しないように努力します。それと私、婚前交渉はしませんので、どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。婚前交渉？自分の意見ばかりすみません。この部分はできれば譲りたくないので、先にお伝えしておいた方が良いかと思いまして。花里さんにとって厳しい条件でしたら話し合いをさせていただけませんか？大事なことだが、こだわるほど若くはない。とは言いづらい。
話し合いで解決するのは難しいことかもしれませんが、お互いが納得できる点を見つけたいです。きっとこの子のまっすぐさが羨ましいんだな、俺は。だからすぐに断れなかったんだろう。潔くて凛々しくてまっすぐな眼差し。あなたとなら笑いながら暮らしていけそうです。俺と結婚してください。それから5ヶ月後、私たちは結婚しました。そして私、経験がございませんので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。いよいよ初めての夜を迎えます。